スペース・オディティは、デビット・ボーイが1969年に発表した楽曲。シングル版としてリリースされているほか、デビット・ボーイのアルバム、スペース・オディティ、コンピレーションアルバム、ザ・シングルス・コレクション等に収録。多数のミュージシャンにカバーされている、デビット・ボーイ初期の代表作の一つ。2013年5月には、カナダのクリス・ハドフィールド宇宙飛行士が、 国際宇宙ステーションでこの曲を歌い、宇宙で録音、撮影された初のミュージックビデオとして、YouTube で公開されたことも話題になった。このビデオはボーイから1年間のライセンスを受けて公開されていたもので、1年後に削除された。公開中には2、200万回のアクセスがあった。トム・ショーサは、デビッド・ボーイが作り出したフィクションとしての人物である。スペース・オディティは、 トム・少佐を知る上で、極めて重要性のある曲である。アッシェズ・トゥ・アッシェズ等も重要な参考文献となる。メタルギア・ソリッド3に出てくる、トム・少佐も、スペースに由来する。当初はエンディングにこの曲を、続編的楽曲として、アッシェズ・トゥ・アッシェズを起用する予定だったが没になったというエピソードがある。スペースオディティ5時13分フリークラウドから来た。 ワイルドな瞳の少年4時59分、アメリカ合衆国、カナダで1月に RCA から発売された再リリース版。スペースオディティ5時6分世界を売った男から3時53分スペース、オディティットエントイージー、マキシミリアンシリーズとして RCA から発売された再リリース版。このリリースの際、全英シングルチャートで1位を獲得した。 スペースオディティ5時15分チェンジスマイナス3時33分ベルベットゴールドマインマイナス3時9分アポロ11号の月面着陸40周年記念版として EMI からリリースされた様々なバージョンのスペースオディティを全12曲収録デジタルリマスターの EP 版スペースオディティ4時42分スペースオディティ3時29分スペース